込められたもの。一説にはお米の語源と言われています。私たちはお米に込められた一つ一つの思いを大切にしたいと考えています。命根、一説には稲の語源と言われています。私たちはお米に関わっている一つ一つの命を大切にしたいと考えています。